サッカー部4年の鈴木健太です。今の気持ちは、本当に優勝したのか分かんない感じですね。まあでも仲間たちを見た時にもう涙が勝手に出てきて、今まで、まあ、辛かったこととかいいことも悪いことももう全部この優勝のためにしてきたことだったんだなと思いました。この大学生活4年間を終えて、最初は苦手なやつがすごい多くて、なんだこいつって思ったこともあったんですけど、いいとこだったり悪いとこも全部見て、サッカーを通して、でも勝つ喜びを通していい思い出を作れたんじゃないかなって思います。まあ、今日自分なりに優勝した要因は、まあ、監督が常々言ってるんですけど、仲間のために、まあ、自分のために頑張れるのは多分当たり前っていうか、まあ、みんなができることだと思うんですけど、さらに仲間のためにやることで自分の限界を超える、そういうプレーをみんなして、仲間のためにで今この優勝があると思います。自分が伝えたいのは、まあ、叱ってくれる監督スタッフがいてくれることが、それがどれだけ大切かっていうことを自分は4年間通して学んだので、できるだけ早くそのことに気づいてほしい。で、まあ、特に3年生は厳しい1年間になると思うけど、そこで耐えれば最後にいい結果が待ってると思うんで、頑張ってください。